はい、こんにちは。気まぐれアナウンサー、ゆうじにーにーです。お元気ですかはい。今日はこちら。はい。えー、プロが絶対やらないこと。どんなことでしょうねえ。あのね、僕もアナウンサーになる前は、このこと全然知らなかったですね。 えー、で、なってもなかなかうまくね、えー、こういうことができなかったとっいうことがあります。こういうこと、なんのこっちゃある <laughs> と思うかもしれないけれども、さあ、早速、それでは最初のクイズでございます。はい。今日のクイズ。カメラに向かって1分話してくださいと言われたらあなたはどうしますかということで、どうしますね。<laughs> まあ、あの、いろいろあると思う。 一人一人みんな違うと思うんだけどもあの最後にね僕だったらこうするよっていうことをねお話ししていこうかと思いますんで今日のクイズねカメラに向かって1分話してくださいと言われたらあなたはどうしますかということで今日のねこの後のお話全部あの理解できたらあそういうことみたいなことになるかもしれませんのでねそれでは早速始めていきましょう。 はい。プロが絶対やらないことどんなことがあるんでしょうちょっと見てみましょう。代表的な5つですけれどもね、これがね。うーん、まだまだ多分あると思うんだけど、ちょっとね、この5つね、えー、考えてみたいと思いますけれども、1つ目が、きれいな原稿。2つ目が、時間より読みを優先。3つ目が、ブレス、息継ぎ音とリップノイズ。4つ目が、 アドリブに頼る5つ目がマイクとうなずきうん <laughs> なんだかよくわかんないかもしれないけどこれはね絶対にねプロはやってません、はい、だからあのー、まだねそういうプロの域まで達してない人でなんだろうなと、うん、思ったら今日最後まで見てみてください。 多分、あ、そういうこと、プロってそういうとこ注意してるんだっていうのはね、わかると思いますよ。はい。それで、いつものように、あのー、興味があったらですね、チャンネル登録ボタンお願いしますね。それから、最後まで見て面白かったらね、ね、えー、高評価ボタンお願いいたします。うん。それでね、プロがやらないこと、ね、えー、普段ね、多分ね、あのー、気がつかないようなことがね、 結構あると思うね。これからプロになりたい、ね。アナウンサーになりたい、ナレーターになりたい、ね。声優になりたい。そういう人多いと思うんですけれども、まあね、えー、業界に入ってみないとわからないようなことがたくさんありますんでね。今日それではご解説していこうと思いますけれども、まず一つ目、こちら。はい。えー、麗な原稿。何これって思うかもしれませんけれども、綺麗な原稿をね、あの、そのまんま読む人って実はあんまりいないんですよ。 例えばこれね、台風情報。ねええー、こういう原稿があったとします。ねえー、これ、まあ、1枚目の原稿なんだけど、綺麗ですよね、うん。台風情報です。えー、台風11号が接近している沖縄本島地方では、ね、これでもいいんですけど、そうすると、字面を追っちゃう感じがするんですよね。わかります、うん、あのここをねどどどどん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  自分の読みやすいように変えていくんですよ。それがね、これ。はい。えー、ね、いろいろ書いてあるでしょう台風情報です。で、一つね、間を置こうってうんで、空みたいな字があったりとか、台風11号が接近している、ね、ここで切れない。だから台風11号が接近している沖縄本島地方では、ここまで切れないからこんな風に書く。ね、雨が降っています。ね、沖縄本島地方では間を置いて雨が降っています。 ね、で、これまでの大雨によって、土砂災害の危険が高まっている地域もあります。ね、ここも、えー、一行で書ききらないから、こういうふうになってるだけなんで、だから、土砂災害の危険が高まっている地域もありますって、このね、線を引いたりするんですよ。でね、次のね、台風の動きが比較的遅いためっていうのもあるんだけど、これも、例えば台風の動きが比較的遅いため。 何言ってるかかわんないでしょ、ね、こういうふうにさーっとねえ書いてみると台風の動きが比較的遅いためここまで切れない、うん、そういうマークなん、ね、で大雨が同じようなところで長く続く恐れがありますので、うん、ここまでは切れないわけでしょでこういうふうにねあの原稿ってね結構いろいろね書くんですよ自分がね読みやすいようにそして相手に伝わりやすいように書くわけね えー、だから、決してね、綺麗な原稿っていうのは、プロは、プロにしてみりゃない。自分で読みやすくっていいんです。ね。見えないところなの。変な言い方だけど。テレビだって、ラジオだってそうでしょね。あの、原稿のところって見せない。で、その代わり原稿はね、えー、ぐちゃぐちゃに書いてあるんだけど、綺麗に読む。こういう、こういうことができるんだよね。でね、ちょっと話し取れるけど、プロのカメラマンが商品を撮影するときに、なんとなくね、 こんな四角いやつが浮いてるように見せたいなと思ったら、上から撮るときにね、あのー、その、こういう四角いやつの下にね、あのね、例えばだけど、あのー、消しゴムとか置いちゃうそうすると、上から撮るとなんか浮いてるように見えるんだよね。だから、その、プロカメラも,も言ってたけど、やっぱりね、見えないところ何やってもいいんだよ、と。<laughs> アナウンサーもそう、原稿は見えてないんだから、ね、要は綺麗に聞こえればいいの。 相手にきちんと伝わればいいんで、原稿が綺麗になる。ありえない、ありえない。そういうことです。はい。では二つ目。二つ目はこちらですけれどもね。時間より読みを優先。絶対ありません。絶対。<laughs> まずね、原稿をもらうでしょ。原稿をもらって、えー、それで下読みして、おこれで、あの、原稿汚くなったけども、綺麗に読めるわな、と。言ってもね、例えばそれが、 1> 1分の原稿だったとするでしょで、えー、実際に時間関係なく読んでみるとあの1分過ぎちゃったりとかそれから5秒とか10秒余っちゃったりとかねそういうのいろいろあるわけだからそうするとまずねプロはね時間なんですよ最初にこの原稿は何分なのとこの原稿は何分何十秒なのっていうのをまず確認をするわけ。ね、でそれで確認をして下読みを始める。 そうすると、時間をねあの、きっちり測ってみたら、なんかやっぱりね、オーバーしちゃうな。じゃあ、ちょっともうちょっと早めに読めばいいんだと。ね。それから、あの、ちょっとね、えー、時間が余っちゃうな。じゃあ、これ、ゆっくり読めばいいんだな、ということなんですよ。で、あの、僕の同期の人間でね、ずいぶん昔の話だけども、あの、テレビでニュースをやってて、5秒余っちゃった。 どうしたら何やったかっていうと、カメラに向かってニコニコしてただけだったんだって。<laughs> そういうことがあるんで、ね。<laughs> もうとにかく時間、最初は。ね。自分のね、読みに惚れ惚れしないように、まず時間を考えて、それで読む。これはもうプロはみんなそうしてます。ね。だからまず読みより時間。これをね、えー、覚えておいてください。 はい、さあそれから続いてブレスねこれ息継ぎ音と、えー、リップノイズこれプロは聞こえてこないでしょねええー、まああのえっ、ー、とテレビなんか今もピンマイクだからだから別にねあのー、このブレスとかね <laughs> なんていうのねそういうのは入らないでしょ、うん、でえっ、ー、とラジオなんか最近ねよいしょ こういうマイクが多いじゃないねテレビでも最近よく見るでしょ。それから YouTuber なんかもこういうの使ってるからね。だから、あのー、そんなにね、ブレスとかリップノイズってのは入らないんですよ。要はね、よいしょと。ね <laughs>。これが、このあたりになった時に、ちょっとうるさいかもしれないけども、っ入っちゃうでしょ <laughs> 入っちゃうでしょね。それから、 汚えな。<laughs> 入っちゃうでしょね。これなんだよね。うん。これをどうやって気をつけるかっていうことなんだけど、まあ、ある程度、その、複式呼吸だったらマイクに乗るんで、ちょっと離れてもいいんだよね。うん。で、あとはね、最初のうちは、どうしてもね、入っちゃうんで、ね。えー、マイクをとにかく気にしなきゃいけないんで、マイクの位置。口の真正面に置かないことがいい。 うん、この辺だとね、プップププとかね、とか入っちゃうでしょ。ね。だから、これを、マイクの位置をね、口のこの下あたり、このあたりがちょうど先端が当たるような感じ。ね。えー、ここ、あとはね、鼻と唇の間ぐらい。これぐらいだと、あのー、ブレス音とか入らないんだよね。で、これね、結構ね、みんな知らないんだよ。うん。だから、あのー、 生徒さんの中にもね、ちょっとじゃあ録音したのを送ってくださいみたいなことをやってみると、まあ、バンバン入ってる人って結構いるからね。だからこれはね、マイクって本当にね、なんていうのかな、軽く見ちゃいけないの。うん。大切に大切にしてなきゃいけない。っていうことですね。はい。じゃあ、四つ目。アドリブに頼る。これは絶対しません。はい。あのね、本当にね、アドリブに頼るってのは怖いね。 ああ、本当にね、なんか、あのー、喋ってればいいんだけど、だけどね、なんか、ポンって止まっちゃうと、カーッカ <laughs> ーッってなって、頭の中真っ白になっちゃうんだよね。<laughs> で、何にも言えなくなって、顔が赤くなっちゃったりとかね、するんだよね。うん。これでね、あのー、まあ、テレビ局とか、ラジオ局もそうなんだけども、あのー、台本とかね、ラジオなんかは Q シートなんて言うんだけど、台本をこう見ると、 オープニングで OP って書いてあったりね。うん。それから、その後、あの、CM まであの、テイクレとか書いてある。提供クレジット。ね。えー、この番組は何とかの提供でお送りしますみたいな。あるでしょで、そこは書いてある。で、その間、なんて書いてあるか。挨拶。<laughs> 挨拶 <laughs> 原,原稿ないよ、原稿みたいな。あ、そうでしょ挨拶って言われたってね。<laughs> どうしたらいいんか。で、そういう時は、まあ、 あの、他の人はどうだかかんないけど、僕なんかは、これ多分ね、生放送とか、まあ、生放送っぽくやるときなんかそうなんだけど、挨拶のところはね、きちんと書いておくなんか、今日の天気、気温25度とか、ね、それから、誰と誰が結婚しましたとか、いろいろ書いておく。ね、それで、こんにちはって言ってから、喋るときに、あ、これ言おうとか。 ねもう分かったんでしょただ、挨拶って書いてあるときに、アドリブで、何言おうか、みたいになっちゃうのは、これはちょっとまずいでしょ <laughs> だから、まず、挨拶と、これね、結構あるの。うん。あの、台本なんかで、放送作家がこう書いてんだけど、あの、ちょっとね、かあの頭の部分だけ書いて、あとよろしくとか書いてあるのなんでね。<laughs> 困っちゃう、これは。本当にね。<laughs> だから、まずね、その、アドリブは避けること。 うん、でレポートなんかやってる人も最近は昔はね結構あのこんなバインダー持ってやってたりしたんだけど最近 iPhone とかねタブレット持ちながら喋ってるってるねこうやって見ながら見ながらこうやってしゃべるでしょ、ね、だからまずねアドリブでしゃべるっていうのは非常に怖いことだからこれはねプロはあんまりやんないですね怖くって、うん、何が起きるか分かんないし頭の中で忘れちゃうかもしれないんでまずなんかこう書いてる。うん 書いておく。引き出しが多い方がいいってことだよね。うん、さあ、そして最後、5番目、マイクとうなずき。これね <laughs>、どういうことか。ね、えー。まずね、プロはマイクをさっきも言ったけど、意識するわけだから、ね。こうやってマイク持つでしょで、持ったら、ね。あの、やっぱりマイクの向き、自分の声はここは拾う。で、相手がいるとするじゃない 相手がいるとしたら、このマイクは向こうに向けなきゃ聞こえないんだよね。だけど、最初のうちマイクを大切にしないもんだから、こうやって喋ってるのはいいんだけど、相手、相手、ねどうですかみたいなこと言った時に、相手がね、なんか喋るの。聞こえないんだよ、全然ね。だから、まず、マイクの向きっていうのはとっても大事だってことを覚えておいてください。これはね、結構ね、新人の頃は忘れるの。 マイクを大切にしないというか、マイクの存在自体をね、あんまり重要視してないんだよね。でこれがまずい。あだからまずねあの、こっちが喋って、相手,相手がしゃべるときは相手に向ける。この意識はね、持たなきゃいけないあ。最初のうちは大変かもしれないけどね。でもやっぱりね、あの1年ぐらいすると、もうそれ当たり前になっちゃうんだけど、最初のうちはちょっと大変かもしれないね。で、自分でだって、あの声取ってきてなんつって。 インタビューでね、えー、撮ってきてください、言われて、撮ってくるんですよインタビューで。で、インタビュー撮ってきて、帰ってきて、聞いてみたら、相手の声、全然入ってなかったとかね、<laughs> あるんだよ、これ、結構。<laughs> だから、まずマイクはもう、本当、大切にしましょうということです。これはもうあの、プロはみんなやってます。そしてもう一つ、うなずき。これ、どういうことか、相づちなんだけどあの、こうやってマイクで2人で喋ってるとするじゃない。で、そうするとこっちが喋ってて、 相手に向けるでしょ相手に向けて、こう、相手がなんかベラ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 ,ベラって喋ってるときに、はあ、そうなんですかーとかね。ええ、そんなことあるんですかーみたいなね。これ言っちゃうと、小さい音でもね、マイク拾うから。ね。そうすると、今度ね、どういうことが起きるかっていうと、編集がめちゃめちゃ大変なの。 <laughs> これも分かんないから、みんなね、えー、そうなんですかみたいなね、こと言っちゃった。はい、はい、はいなんてね、こうやっちゃうんだけど、そういうことはやらないで、マイクは自分で喋るのはいい。相手に向けたときには、うなずくだけなの。相づちは打たない。うなずくだけ。ほーっていうのね、はあとね、顔の表情で、その相手に相づちを打つ。 これなんだよね。これね、結構忘れます。それで、自分でまあ、音を取ってきて、ね。うん、で、自分で編集するときに、初めてわかる。なんでこんなところにこんなこと入れちゃったみたいな。<laughs> あるんで、だからまず、ここはね、注意しましょう。うん。これ、プロ絶対やらないです、こういうことは。 ああだからこれね気がついてない人もいると思うんでこれもう一回なんか見てねそれで気がついてもらいたいそれからプロがやってる時ってどういうふうにやってんのかなと例えばねあの細かい話だけどうんと日本 HK っていうね。<laughs> あるでしょ、放送局が。ね、ぶっ壊すなんて言ってる人もいるけども <laughs>、あの時に、生放送で、例えば朝とかね、のニュース見てると、あの画面を見ながら下、下でね、あの原稿をこう、ね、えー、動かすんだよね。で、あのまあ、あれは、原稿を動かすっていうのは、画面にね、実は原稿が出てて、それで、そこれを動かすと、また次の原稿、次の原稿、出てくるようになってるんだけど、その時に、その、 アナウンサーの手のところにある原稿がたまに映るときあるんだよね。汚いから <laughs>。よーく見てみてください <laughs>。ね。<laughs> とにかくね、今日あの言った5つ、まだ他にもね、あるんで、気がついたらまたまとめてね、お話ししようと思ってるんですけれども、まあ一番大切なのは原稿はめちゃめちゃもう読みやすいようにね、書いちゃっていいから。ね。それから時間だよ。やっぱり。 原稿読むときっていうのはね、読みに惚れちゃダメ。 はい。それから、あの、プレス、ブレスオンね、みたいな、これやめましょう。こんなことやるやついないか <laughs> で、四つ目のアドリブ何言ってんだか分かんなくなっちゃうときってあるでしょ。ね、今の時の総理大臣も、何言ってんでしょうみたいなね、こと、あの、キャスターに言われたことがあったんだけど。うん、だからね、アドリブは気をつけた方がいいよ。うん、そしてね、マイク、さっきも言ったように、はあ、そう みたいなこと言っちゃうと編集がめちゃめちゃ大変ですからね。<laughs> というようなことで今日ねこの、えー、5つやりました、ねえー、知らなかったこともあると思うんでね気づいてくださいね。はい <music> はい。あっという間でございますけれどもね。覚えましたこの5つ。ね。知らなかったこともあるでしょねさあ、それでね、私はね、今ね、インターネットアナウンサースクールの講師やってますんでね。あの、無料カウンセリングやってます。えー、概要欄のところにね、無料カウンセリングの申し込みの URL 貼ってありますから。ただね、今日はね、2023年の2月なんですよ。ね。そうすると、 三ヶ月ぐらいはやってるかもしれないけど、その後に見た人、申し訳ないけども、一回ちょっとこの URL クリックしてみて、やってないかもしれません。ごめんなさい。ね。許してください。はい、えー。ということでね、あの、チャンネル登録ね、ぜひお願いします。はい。それからあの、えー、面白かったら高評価。ね。ボタン押しておいてください。はい。で、コメント欄ありますよね。ここにはね、感想ね。それから質問 リクエスト。ね。こういうものをいろいろ書いてみていただければ。ね。リクエストなんか書いてもらうと、えー、えい、e、検討いたしますんでね。<laughs> ね。ぜひ書いてください。はい。じゃあ、冒頭にお伝えしましたようなクイズ。答えはこちらです。はい。えー、私の場合ですよ。ね、えー。カメラに向かって1分話してくださいと言われたらあなたどうしますかということで、まずね、ネタをたくさん持ってること。引き出しをたくさん持ってること。 ね。これが非常に重要で、それについてね、喋れるようになってる。これがね、とてもね、1分話すっていう時には役立ちます。1分なんて大したことねえやなんて思ってたら大変なことですからね。1分って結構ありますよ。長いです。はい。それからメモで要点を書いておく。これはもうね、さっきも言ったけど、レポーターなんかみんなね、あの、手のところなんか持ってるでしょ。 タブレットとかねスマホを持ってそれ見ながら喋ってるけどもこういうね要点を書いて見えるところに置いとくっていうのはね、えー、必要だと思います。であと生放送とか特にそうなんだけどあの残りの時間を気にする1分喋ってくださいって言った時に1分適当に喋っちゃってね、えー、切れちゃったとか。 ありますよね、テレビでもね。<laughs> この後お知らせって言った時に、お知らーって切れちゃったとかね。そういうのあるんで、やっぱり時間、残りの時間はどれくらいかっていうのをね、気にしながら、一、えー、1分喋るということですね。うん。引き出し持ってるといいですよ。ああ、たくさん持ってた方がいいです。ね。えー、引き出しもう、あの、出して、それで喋っちゃったら、もうその引き出しはなくして、新しいネタを入れておくということをやった方がいいと思います。ということで、今日はこちら、プロが絶対やらないこと。 5つほど取り上げましたけれどもね。えー、発見あったでしょうかね。はい。頑張ってくださいね。はい、えー。そろそろお別れです。今日もご覧いただきまして、本当にありがとうございました。お相手は、気まぐれアナウンサー、ユージニーーでした。それでは今日はこの辺で、さようなら。